こんにちはロナ。こんにちプラナ。アロプラチャンネルです。先生、プラナちゃん、今日はぜひやってみたいことがありまして。何でしょうか？はい、今日はお芋を焼いて焼き芋を食べたいと思います。焼き芋ですか？ええ、先輩でもありプラナちゃんのお姉ちゃん的存在でもあるアロナは、前回のプリンに引き続きプラナちゃんにもっともっと美味しいものを食べさせたいと思いまして、悩みに悩んだ結果、秋といえばそう、焼き芋です。アロナ先輩、私のためにありがとうございます。いえいえ、礼には及びませんよプラナちゃん。いえ、アロナはお姉ちゃんとして。じあ、はあ、そうですよ、アロナが焼き芋を食べたいからもうあります。でも秋が過ぎないうちにプラナちゃんと焼き芋を食べたいという気持ちに嘘はありません。アロナ先輩、ありがとうございます。一緒に焼き芋しましょう。はい、プラナちゃん、先生。それでは早速火を燃やしていきましょう。おー、ちょっと待ってください。ここで焚き火をするんですか？え、おー、そう言われると教室で焚き火ってあんまり良くないかもしれませんね。今まで本当に自由にやってきてたのですね。こっちに来たばかりのプラナちゃんの前でさすがにまだ無茶はできません。先生、このままでは焚き火が、焼き芋ができません。え、先生、これは。こんなこともあろうかとあらかじめ用意してた。先生、ありがとうございます。それじゃプラナちゃん、早速どうぞ。先生、ありがとうございます。いただきます。どうですかプラナちゃん？とっても美味しいです。ホクホクしてしっとりしてます。その顔が見たかったです。喜んでくれて私も嬉しいです。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。先生、いつか焚き火もしましょうね。それではまた次回。